援護というか道連れというか、まあ、あいつらがおとりになってくれたらその間にテンペストぶち込めばあいつらごとひどい。まあまあベータ型の巨大でしょ。もう戦っとるやん。近いね。とりあえず一般兵が犠牲になってくれてる間に近場の雲を摩擦しよう。50mm 速射砲こんなことなんだな。105mm ちょっと強い。威力はリロードが長い。うん、リロードもそう10秒ぐらいじゃなかった。長い。105mm はそもそもあの近場で捌く武器じゃないから、近場で捌くはラピスだから、ね、でっかいのもういるよね。ちょっと視界取るよ。家が邪魔で、うん、視界取る。視界取るならフォボス使えばいいんだね。ああフォボス持ってきてればいい。ちょっとフォボス使っていいよ。これフォボス打ったら敵全員アクセス。あれでかいやつか。したらもう一回フォボス。でかいのいるよね。死んだじゃん。でかいの、いや目の前ある。目の前いる。カモン。一応クマさん、そのフォボスさ、あの中央が一番爆撃固まるから敵のとこに巻き込んだ方が。くらいいるわ。おお、来た。飛んでた。でかいの飛んでた。当たったかよく見えなかった。俺声には。やった。当たったっぽい。よし、巨大なベータ型撃破。まだいるっしょ。ギンって呼べるよ、みんな呼んどこね。銀来てる。近場に。いて、誰これ。これ俺撃てない。銀だ。銀近場にいる。あの、クマさん。うわ、いて。ゼクサ早く溜まれ。ニクサ早く来い。ニクサ行った。俺いつ来るの？死んでるけど。悲鳴ばかり聞こえる。待ってこれ。痛い。死んだ。ここ画面端じゃねえ。あれなんか上から降ってきたの爆発が。何？ちょっと待って。俺テンペストの射撃があった。惜しかったよ。38万はどうだった？オーバーキルのいいとこで俺とまだ2000ねえんだぞ。全然落ちてこなかったんだけど、もっとなぜ。とろけた。一旦大逆。いつ落ちた？空飛んでったぞ。近場の砂漠武器がないとちょっと危なすぎるな。もうテンペスト組がいるなら俺火力は気にせずラピスで近場を。いや、テンペストそんないい感じではなかったよな。でも一番考えるとなかなかめんどくせえ。あ、いいんじゃない？あの38万でしょ。あの先制取れるならいいと思うけど、ここはこれ2万だからって。クマさんの方がダメージ高いなら高い方持ってってもらった方が。え、いや、テンペストも置いていくよ俺。ああ、そもそも職業変える。え、いや職業変えない。変えません。クモはシールドあんまやったらないからね。ポポスイボスやめて、近場守る。いい爆撃がない。カムイ4600。爆撃やっぱフォースだね。上から4つ持ってこよく分かってないんだね。え、この1500敵火力で敵を消すっていう選択肢。じゃあ FZ ガンをちょっと前の方に巻いとくか。105mm 撃ってる余裕がないからラピスにするか。ラピスさ、引く時の戦い方なんてさ、これしかないで。最強のラピスを持っている。まあまあ結構強化されてる。18発撃てるし、1発2000を。あれ何このラピス、1発しか撃てないって。どういうこと？あ、ビーコン18。そうだよ、ラピスクソだからやめとけよ。敵に当たんねえから。建物破壊は。弾の落下スピードが遅すぎてさ。そう。だって俺8に、あ、よし当てたと思ったらさ、8飛んでるからさ当たんねえんだ。まあ8はね当たんねえ。8はあれだよ、ミニガン系でいくよ。これ雲だからね今回は。仲間に当たる。
ラピスは仲間に当たらない武器じゃなかったっけ。当たる当たる。じゃあ近場一人じゃないしな、どうしようかな。仲間に当たらない武器はない。ゼクサは一応当たらないんじゃない。ゼクサだけと、あの火炎放射の1番レベルってやつ、 あれも当たんないね。じゃあ一応フォボスで遠距離武器にしとくか。よし、 OK、 全部フォボスでいいよ。それもありだ、フォボスクソ強いからな。ただ貢献が回らなくなった瞬間に積むけどね。したら死ぬだけよ。せず近場を。それは無理ですそれは無理です。近場の雲を、ほらこいつらも先行かした方がいいか、取らずに。え、撃つよ俺。いいよいいよ、来た。クリア。あれ、これもしかして怖い。てか、家誰か消せる雲方面の家壊してほしい。いや、まあまあ、フォボスで見えるからいいけど。こっちに。お勝利。ガルで撃てねえんだ。超重要。画面がカッコついや。プロじゃない人は大変だね。ちょっと後ろに雲来てんの、どうにかしてくんねえかな。しかもさばける人。さばけません。誰や、近場さばける武器持っていこう言ってたやつは。ほら、キメラが役立たないけど持ってこなかったんで。でっかいの来たってんじゃねえか。仕方ないにゃ。あ、たまれたまれ。とりあえず肉たまんないと、これまずいな。うわ、勝った。よしよしよし、肉強い。よかった。とりあえず呼ぼう。ほぼす。あれ、こいつ生きてる。生きてんじゃねえか。でっかいのがおる。あ、死んだ。引き上げ。左の方に何かいるのは何なんだ。何かいる。なんかもうぐっちゃぐちゃだった、うん、すぐ溜まるプラン4。1500だからね。みんな死んだ死んだ死んだな。ヒストリアのやつ。俺のだ。どいて落ちてきたぞ。いや、まだ敵が近くにいないから、まだ何か撃つね。右手にいる。絶対バイト5。次の呼べるわ、呼んどこ。何ここ、週末世界の終わり。世界が終わっとで、お前。綺麗になった、綺麗になった。だから、エイリアンおらへん。エイリアンおるで。エイリアンのやっていく。奥に雲もいる。まずいな、エイリアンもいるけど。とりあえず乗る。右手に雲がいる、ボス。キングが。ほぼ呼べるだろう。読んどこ。もう後ろとか頑張らない。一戦悪しんよ。挟まれとるやん、これ。よしよし、真っ白ー真っ白ー。かっついで何も出ませんわ。引かれる。なんか上から降ってきた。危ねえ危ねえ。スイッチマッチ状態。あーい、やばーい。終われた。こらーこらーこらーおう。あーやべ、これ敵、むしろ爆撃手の方だ。間違えたと思う。逃げろ。あー、ほとんど死んだ。なんだ、エイリアン一体だけ近くにおるの。これよく食らうな、これ。いていて。ナパームかよ。よし、やったやった。左うん、この辺で生きてる。科学の作業化させるから、走ってもらおう。はい、なんだ、うわ。タカちゃんとこ行きます。あと右になんかいる。
あと奥のやつにフォース打ちまくってまだアクティブになってないよね。気づいてないし、回復とか補充を全部してからにしよう。あちゃ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 、何叩いてんの。アイテム取らなきゃもったいないよね。ラちゃん向かってるから任した。次のニクスあるよ。その辺ニクス乗りまくってくれてもいいよ。てかテンペストはあるんだっけ。何そんなに熱いよ。地獄絵図じゃねえかよ。ずっと燃えてんだけど。ナパームだからな。もう消してよ。削るんでしょこれ。消せないよ。え、消せたっけ。消せない。これリロードしたら消せない。リロードの概念あったっけ。そういうの。あ、消えた消えた。え、F なんとかガンじゃないのこれ。設置が FZ ガンもある。 FZ ガンはそんなに普通の解放者だよ。だからこれに俺の HP だいぶ焼かれた。だからちゃんと離れた位置に置いて、ちょっと待った。じゃあだから銀キング発見。そこから逃げてたら、その逃げた先に火炎放射器が決して俺新品に変わったから OK です。とりあえずホボス全部突っ込むか。ちょっと待ってね、ゼクサー巻くから。結構前の方にあの FZ 巻いて、後ろはやめて。で近場にゼクサー巻いて、近づいてきたやつを倒そう。でこの辺にゼクサ巻いとこう。近づかれたらゼクサにもよろしくお願いしますと。でホボスぶち込んでスタートかな。はい、準備俺は OK。 他の人できたら言って。ホボスいけるけどよく見えないな。テンペスト持ってきてない。いいじゃあホボスぶち込むよ。待って、ん？銀のでけえのいるぞ。そうそう、だから行くよ。しかも、おぉ乗っとこ。おぉ、ちょっとこれでだいぶ減ってくる。もう一発いけるかな今ので。あー足りない。冒険いやー動かない。もうちょい足りない、ね、俺いく。俺いける。俺もいける。俺もいける。銀を狙え。あのなんかなんとかだいぶもういやー待ってない。生きてる。まだ生きとる。あれこれ終わりだね。まだ生きとる。まだ生きとる。フラウナー誰か。高橋さんのライルがメリットも。うわなんか跳ねてこっち来たんやけど。こっち飛んできたな。なんだあれ。なんかパッポン出るぞ。こいつ生きとん。えらいぞ。来るぞ。FZ に巻かれろ。出たもん。よ、気が取った。もうあれだろ、貢献が足んねえっていう。死んだわ。もうマシンで焼くしかない。普通の銀もいるからね。真上に飛んでどないですね。あ、死んだ。あ、死んでない。俺が真正面から行くで。タワー君のそれがハメにできるじゃん。いや、俺死んだ。死んだんじゃない。焼け。いい、まだ生きとる。普通の殺せば貢献がたまるはず。真っ白、画面真っ白。前に出る。あ、普通の火炎放射器を当てる。ほら、来た、ほら。やれ、おい。早く消しとくね。これ危ないだろ。やっ、耐えた。お、撃破っていう言葉が聞こえた。でかいの死んだ一つ。金が撃破した。金が撃破した。あ、もう終わった終わった。いやまだだから、終わってねえから。終わってねえから。もう一匹だ。銀行くから。飛ぶだけなんだよ。死なないんだよ。そう、こいつぶっ飛んで死んだんかと思ったら生きとった。おゆうちくらい。カガ君、あのアイテム回収プラスいざという時のあのリカバリー用意。よろしく。はい、放射器しかない。行きまーす。いや、コンバット。バルカンです。離れておいてね。あ、いやあ。駆除に成功。クマさんのが壊れた。あ、そして自分のようなので人を殺された。やべえ、やばい。世界を守ってしまう。アイテム。いやキングのとどめ刺した後に自分が呼んだやつで死んだの見たぜ。まあ結構取ったはず。うん。アップ。アップがいっぱいある。お、81。ファットローラー。ヒットポイントは合計50ってこと。バルジかこれ。
またしてて伸びた。フライトホールパワーモードの威力アップじゃ。リンペムティロボットボーム、おほー、今の出たか。空戦機、ドローンだな。あ、これあれか、黒い真っ黒の漆黒のドローンか、あの超強かった新型の、新型の強い方か、新型のシャドウローンコンの。俺の固定放題いくんで頑張ろう。新型の強いやつだこれ多分。クマさんいる、あれミニガンだな。じゃあ別にいらない。え、いや、いらない、いらない。俺の30ミリで何かする。お、1人ロックできる。 OK、105ミリ。いや、ミニの方がいいか、建物壊しちゃうと積むかねんしな。バルガンで、ゼクサーとスプライトホールはダメか。105ミリ一応追っていっとこう。上空に強いやつないんこれ。それは自分が使ってるんだから自分が一番わかるんじゃないですか。空中の敵には有効。アブソリュートトーチかどっちがいいかな。対空あった、これか。いつものでいいんじゃないの。いつものでいいかな。で、ニックスレッドガードミラージュでいいんじゃないのでもそれピュン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 遠く行くだけの可能性やな。ああ、行くだけやな。多分新型だな、この内容的に。レールガンが配備されていたはず。これを使えばいいんじゃないのか。ウィングダイバー、あ、なんかクマさん全部欲しいじゃねえか。今持ってんな。え、さっきあれだよ、これ一番最初に使ってた武器だよ。あの、最初に使ってた。プラズマホールは分からんよ。盾だよ、プラズマホール。こうかな。まあまあ、新型ドローンだね。アイクカスタムはね、あ、13かレベル。大丈夫、俺が全部倒す。よし、自分戦わない。期待しよう。あれ、タカちゃんも正直持ってくのか。まあまあ、大丈夫かな。戦わないスタイル。あれ、はい、ネクリング自走ミサイル砲って車っぽいやつだっけ。そうそうそう、車両。これは安定の。よし、それじゃあ行くわ。風船新型ドローンです。わかりやすい。真っ黒、黒いの。しか真っ黒だったやつ。シャーって黒いの戻ったっけ。金色と赤は記憶に残ってんだけど、黒いロボットに乗ったことってあったっけ。戦車が置いてある。戦車もあるんじゃない。雨降ってる。あ、多分戦車が。あ、もういきなり降りやん。いっぱい兵たちいるね。もう戦車が置いてあるステージじゃなかったっけ。黄色いのが左前に見えるよ。そうわ、もうここで戦う。ね、いいよ。確かちょっとずつ撃墜していくやつじゃなかったっけ。じゃあとりあえず俺の使うかな。俺の使うか、はい、当たらん、当たらん。ちょっとじゃあ誰か一匹釣って適当に、うん、一匹釣って足んないんだけど、ふわふわふわしてて。ほら、これそれダメじゃねえ。それ対空カスタムが使えたことなんてないよねそれ大量に呼ばない。大丈夫、大量にいないから敵。しかも当たらない。あいつ飛んでた。まず当たらない。そっからセクサまずは何なの。2体ぐらいまでならどうにかなるかな。あ、当たった、ペチッでした。蚊が止まったみたいな。全く動かないんだけど、拾わねえな、こいつ。よし、来たな。行け、ゼクサー。あれ、当たらなかった。もう、だいたい2発で押せるな。お、マジで。じゃあ、次の、呼べる。俺、無理やで。拠点どこまで行こう、でも。弾のスピードが遅すぎて当てられない。数がいない。じゃあタカちゃん、俺電磁衝撃解除するから次敵に戦い始まったらよろしくな。当たったんですけど。3匹ぐらい反応してない。キッキに当たる。バルガン砲で絡めてるから。よっしゃ、一体倒したで。何この上の、あ、あれか。お、線路でちょっと曲がってる。まあいいや。マルカホ上手で。
2、3でも死なねえ相手、あ、死んだ死んだ。なんかあんまり強くない、うん、いや、これは今これでアクティブが1体ですよね、1体ずつやからな。これが他の敵と戦ってる時に来るんだよ。混ざったら辛い。今は良いな。シャアだって1体だったらゴミでしょ。1体、いや1体でも強いな。次の呼ぶか、トラックめっけ、レールガン取ってこ、レールガン取ってくる。コマさんの当たりスタートしたいけどね。あと4体5体か。お、当たった当たった。結構反応してんな。こいつあれノックバックがないからな。倒した。おお、いいね。ご発カー君は何、アイテム回収に行ける？トラックとまたこれ全部取りよう。オーケー、ありがとう。結構出てるからもったいないなと思って。残ったやつは回復だけやで。ガガンは何を狙って撃ってんの？近くに来てないから何にも狙ってない。いなくても撃つんだっけ弾？そう、押した時点からもう撃ち切るまではずっとだから回収。ああ当たったのかよ。回収始めちゃったよ。やべ、反応してるじゃん。あれタカちゃんと狙われてる。3体来た。3体大丈夫、もう落とせる。ああ、もう一発だ。あとよいしょ、懐かしのレールが、あ、火力レル、あ、音楽が変わった。ピンチの音楽じゃない。線路と回復すっげえ14万ある。8角。ああ、レールガン返せよ、エアレイダーに。電車強いよね、それね。レンジャーに持っていかれたけど。電池変えるから、もうちょっと決めようか。電池障壁、置くわ。カーズもピョンピョンしてる。ドラグーン2発ですよ。持ち帰ろう。当てるのむずいな、これ。本当エアレイダー主力武器返して、おお楽勝だな。あと2体クマさんはアイテム回収でもう行ってきて、回収できないけど俺ダッシュないのか。もうめっちゃ動く。ここにも行ってみる。こう行ってあと1体で終わりだって。回収するかな。もうほとんど回復しか乗ってない、残ってないはずや。おいよー、あっちの端っこ。じゃあ森林伐採してよ。終わった、終わった。ああ乗るかった。あれアイテム出てった最後のやつ、タカちゃんの上に全部落ちたから。おう、しゃあない、することがないからこの回復アイテムで乗っとこう。やけやけ、あ、ここに残っとった1個。やっぱノンアクティブは楽だね。結構ニューの文字が誘導装置とかアップして5とか6とかやめてほしいな。5とか6って攻撃力は分からん。俺なんかエアレイダーの武器ダメージ300から1500にアップしたんで。元がゴミすぎだろ。あ、Z ガンが80から90になった。あ、ライフベンダーが設置数が52 Z と D。 前から5じゃなかったっけ。アンカー破壊金額、わかりやすい。これを俺たちエアレイダーのお仕事。アンカー破壊します。タカちゃんのスプライドホールが刺さるやつだ。スプライドホールじゃないか、バルジー照射レーザーか。お、味方も敵も大量のやつだね。頑張ろう。あれ、アーケルスって名前があるぜ。やっつくるぜガメラが。何しよっかな、アーケルスな。障壁はいらないかな。俺も火力武器にすっか。
超アンカーか。アンカーを壊すだけの簡単なお仕事です。